全日本選手権スーパーフォーミュラ第2戦、富士スピードウェイ2レース制で行われる今日の決勝レース。レース1は JP オリベイラ、レース2はアンドレ・ロッテラーがポールポジションからスタート。超高速バトルが期待される決勝レースを制するのは一体誰になるのでしょうか。午前10時過ぎにスタートしたレース1、ポールポジションの JP でオリベイラ選手が抜群のスタートを決めトップをキープします。そして5番グリッドの中島和樹選手も素晴らしいスタートダッシュで2位に浮上しました。後方では8番グリッドからスタートした山本直樹選手が混乱に巻き込まれスピン。プリウスコーナーでは石浦博明選手が姿勢を乱し平川亮選手にぶつかってしまうアクシデント。レース1は波乱の幕開けとなりました。しかしその混乱をものともせず、オリベイラ選手は圧倒的なスピードを見せレース1を制しました。午後2時半に行われたレース2、このレースのポールポジションアンドレ・ロッテラー選手、レース1でスタートを失敗したロッテラー選手ですが、このレース2はスタートを決め首位を守ります。10番グリッドのジェームス・ロシター選手もスタートで大きく順位を上げ上位をうかがいます。首位ロッテラー選手、2位オリベイラ選手はピットワークを終えても順位は変わりません。一方大きく順位を上げたロシター選手はピットアウトできないトラブル、コースにとどまる作戦で順位を上げた野尻智樹選手もピットアウトできないトラブルに見舞われてしまいます。レース終盤、5位を争ったのはナレイン・カーティケアン選手と山本直樹選手。徐々にカーティケアン選手を追い詰めた山本選手、そのプレッシャーがあったのか21周目にカーティケアン選手はプリウスコーナーでコースアウト。山本直樹選手が5位に順位を上げます。そしてその後方では平川亮選手と塚越光大選手の争いが白熱。ホームストレートで何度も仕掛ける塚越選手を平川選手は抑えることに成功します。35周のレース、アンドレ・ロッテラー選手は一度も周囲を譲ることなく完璧な勝利を挙げました。2位はオリベイラ選手、3位は中島和樹選手という結果となりました。第3戦も富士スピードウェイで開催される2014スーパーフォーミュラ、ホンダエンジン勢の巻き返しはできるのか、それともトヨタエンジン勢がリードを広げるのか、注目の第3戦もどうぞお楽しみに。